どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク激闘国リア攻防戦の A に挑戦していきたいと思います。挑戦していくパーティーはこちらです。新金木会議ということで、先ほどですね、この2周年で登場したこの金木健と有馬をですね、引くガシャの配信をやったんですけど、金木の方を熟練度とりあえず 100% して武器強化はマックスにしてきたんで、こいつを使って、新金木会議パーティーでこちらのちょっとね難しいクエストだと思います。アンティーク攻防戦とかと同じね、チケットがいっぱい手に入るやつなんじゃないかなと思います。はい、ということでやっていきましょう。初めて使うぜ、俺は。古田いきなり古田なの。スキル溜まってる。なんで特攻だからなのかな。とりあえずね、そんな食らわないでしょ。溜めて、で、金木のスキル使おう。まず1個目で自分にバフをかけるんだっけ、これって。そうだね、自分に3倍のバフかけて、武器耐久値マイナス8だね。お、いいね。あ、突破しちゃったわ。強いぞ。俺イラストはね、この第1段階の金木もめちゃくちゃ好きなんだよね。どっちもいいよね、覚醒した後も。お、待って、ミラーじゃんこれ。で、金木にスキル試さす立ち回りでやっていきましょう。待てよ、これあれか。で、覚醒して死神でスキルってブレイクさせましょう。で、死神のスキルを打つ。駆逐でお願いします。ザン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 。オーケー、いいね。で、金木でスキル貯めていく。お、めっちゃ貯まるね、スキル。かっこいい。このカグネが後ろになびく感じ。お、なるほどね。これあれかな、有馬とランダムでどっちか出たりするのかな。とりあえず全員で殴って、武器耐久値、そうだ、削らねえんだったな、しくった、ミスったな。こいつ武器耐久値削らねえんだったね。ってことは、死神で削んなきゃいけないから、とりあえず撃って、オッケーオッケー、敵の攻撃力下げて自分らの防御力を上げるんだよね、これは確か。で、ここは、武器耐久値どんだけ残ってる？あー、めっちゃ残ってるな。ってことは死神でブレイクした方がいい。ムカデでもいいけど死神の方が溜まってるから、多分ムカデ溜まんないんじゃないかな、シフト3回使わないと。で、死神でブレイクしていく。こいつは武器耐久値マイナス10っていうね、バカほど削るんで、こいつが出た時も衝撃だったけど、今回の2キャラもうだいぶ衝撃だよね。で、あー、最後こいつへとどめさしたい。いけ、めっちゃ 3D モデルいいよね。気合入ってる。はい、いいね、金木会議。もう前衛の3人がさ、お、めっちゃかっこいいじゃん 3D モデル。やばやばいねこれ。ということでですね、激闘国リア攻防戦じゃなんだっけ、あ、攻防戦か、攻防戦だったんですけど、報酬はあれ、これって、あ、チケット手に入るね。あ、やっぱりチケット美味しいやつだ。うん。で、これで、戦術を使って、どんどんチケットを稼いでいこうっていうことですね。はい。ということで、今回は、激闘国リア攻防戦を、2周年で登場した、意思を受け継ぐもの金木剣を入れた、新金木会議パーティーで、挑戦しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。